こんにちは。今日は中学2年の英文法、不定詞を用いた文の説明をしてみたいと思います。ちょっとこちらを見てください。Go、行くと read、読むという2つの動詞がありますが、英文の最小単位は、主語と動詞が1つずつです。1つの文で主語が1つ、動詞が1つだけ用いますが、それでは、このような、私は本を読むために図書館へ行くのように、読むという動詞と、行くという動詞、一つの文に二つの動詞を用いた文はできないのかというと、それはもちろんそうではありません。一つの文にいくつかの動詞を用いるためには、それなりの約束というのがあるのですが、不定詞はそんな文の一つです。こちらを見てください。不定詞なんですが、to プラス動詞の原型で用いられる形で、いくつかの用法があり、今回は副詞的用法というのを学習します。副詞的用法にもいくつか使い方があるのですが、そのうちの何々するためにについて学習します。不定詞を用いた文の形を見てください。まず、主語があります。そして動詞があります。これはどんな文でも英語の文はこういう語順になっていますね。そして、ここでは2つの動詞を用いますが、次にはこの動詞につながる語句が来ます。そして、次の動詞、つまり不定詞ですね。プラス動詞の原型が来て、そしてそれにつながる言葉というのがその後ろに来ます。で、この部分、不定詞の部分を丸1として、主語は丸1をするために何々です。あるいは丸1をするために何々をします。というような英文を表します。では、早速、私は本を読むために図書館に行くを英語にしてみましょう。まず、主語。はい、こちら、主語ですね。私、I。はい、それから動詞です。動詞は読むと行くの2つがありますが、主語の後ろに来る動詞を述語動詞と言っています。どちらが述語動詞になるかというと、日本語の文の構造上、述語動詞は大抵最後に来ますので、だいたい後ろの方の動詞が述語動詞と考えてもいいわけなんですが、この読むっていうのは、ためにと続いていますので、何々するためにの不定詞を作る動詞であるというふうに考えてもいいですね。はい。ですので、I の後ろには行くが来ます。go ですね。それから、動詞につながる語句なんですが、これはこの場合は、図書館が動詞につながる語句ですね。で、本は読むという動詞につながる語句。ということがわかりますね。ですので、ドライブラリーが来ていますが、go はどこどこ A にあたる to が必要ですので、go の後ろには to。I go to the library。それから、もう一つの動詞を不定詞という形で置きます。読むに to をつけた。to read。そして、読む。読むにつながる本を読むの後ろに置きます。a book ですね。I go to the library to read a book というのが私が本を読むために図書館へ行くという英文です。ではもう一つ練習用にもう一つ英語にしてみましょう。私は英語の勉強をするためにインターネットを使いますを英語にしてみますね。まず主語です。I ですね。それから、述語動詞が来るのですが、動詞が2つあります。勉強すると、使うの2つです。使うというのが最後に来てますので、これがまあ述語動詞かなと思いますが、勉強するというのは、するためにに繋がりますので、この勉強するは、不定詞を作る動詞であるということがわかりますので、まあ、使うが述語動詞です。use。はい、I と use がなくなりました。それから動詞の後ろには動詞につながる語句というのが来ます。はい、ここの場合はインターネットですね。英語は勉強の方につながる語句であるということがわかりますね。なので、the internet。ところで、インターネットというのは、the で、I を大文字で用います。
そしてこの使うにつながる言葉がもうありませんので、その次に次の動詞を置きます。勉強するですね、不定詞の形で置きます。はい、to study、 そして英語が最後ですね、 English。はい、これで to を使いました。English を使いました。次、internet to study を使いました。はい。Have you the internet to study English? というのが、私は英語を勉強するためにインターネットを使いますの英文です。次の問題になっていますが、ルーシーはさよならを言うために彼に E メールを送ったを英文にしてみましょう。よろしければ皆さんも一緒に考えてください。よろしいでしょうか。はい、主語ですね、ルーシー。それから動詞ですね、ここでは言うと送るとありますが、言うは不定詞を作る動詞、そしてその送るが述語動詞ですね、過去形のテンスで使います。ルーシー sentそれから、E メールと彼にというのが送るにつながる語句なんですが、送るにつながる語句が2つありますが、この語順なんですが、これはもうすでに中学2年で学習はしているんですが、覚えているでしょうか。ちょっと難しいところですね。誰々に何々を送るとか、誰々に何々をあげるというような、送るあげるのような受動動詞というのですが、この動詞の後ろに来る語句は、誰々に何々を持ってくることもできますし、何々を誰々にという語順で持ってくることもできるんですが、まず彼にEメールをの形で入れてみましょう。Him an email で彼にEメールを送るとなります。Eメールはan をつけておきますね。何々を表す E メールを先にしてみましょう。An email、次に、誰々になんですが、誰々にというのを後ろに来ると、to が一旦でしたよね。はい、2つの形ができました。先頭に続くのは、誰々に何々のの him an email と何々を誰々にの形の an email to him の2つの形を作ることができました。覚えていますか。ここはちょっと難しいですね。これで send to につながる、送るにつながる語句がありませんので、次の動詞 you を不定詞で置きます。そして残りのさよなら、goodbye ですね。これで、ルースはさよならを言うために彼に E メールを送ったができました。ルース sent him an email to say goodbye と、ルース sent an email to him to say goodbye の2つの形ができました。この部分がちょっと難しいところですが、ここはできたでしょうか。できていなくても、もう覚えましたから、もう大丈夫ですね。はい、今日は、不定詞、中学2年の英文法、不定詞を使った文でした。不定詞には3つの用法があり、そのうちの副詞的用法というのを今回はしました。そして、この副詞的用法にも、いくつかの使い方があるのですが、今回は、何々するためにを使いました。中学の副詞的用法の不定詞では、もう一つ、何々をしてという形も勉強するのですが、それについてはまた他の動画で説明していますので、ぜひ見てください。